襖の隙間。彼女は物心ついた頃から、うちに帰ったら必ず玄関や部屋の戸は閉めるよう母親からしつけられていた。戸や襖が開いていると、そこから誰か覗くんだ。それは隙だ。生活で隙を出したらダメだ。身だしなみもきちんとする。礼儀作法もきちんと守る。それと一緒、部屋にも隙を作ったらダメだぞ。彼女はその言いつけをよく守り、戸締まりは習慣となった。ところがある日、ふと部屋の襖が少し開いているのに気がついた。あっと思って、襖を閉めようとすると、見知らぬおばあさんが、その隙間からこちらを覗いている。腰の曲がった小さななりで、顔はしわくちゃ。しかし目だけはぎろりと光る、なんとも奇妙な恐ろしい形相で、彼女をきっとにらみつけると、襖を閉めた。その後しばらくは、襖の向こうの部屋に、怖くて行けなかった。